物語。ある日、オーナーのヨンコさんとロボボンのミラクルは公園にお散歩に出かけました。ミラクル、綺麗な字を書いてみてね、とヨンコさんは言います。わかったよ、僕、頑張るね、とミラクルは元気に答えました。ミラクルはペンと紙を用意し、習字のポーズを取ります。しかし、書こうとしていた字がないことに気づきました。え、字、ないよ、とミラクルは驚きました。本当だね、字がないなんて変だね、とヨンコさんも不思議そうに言います。ミラクルは不思議に思いながら公園を散策し始めました。すると公園には他にも子供たちがたくさんいました。見て見て、ロボボンだよ、面白いでしょ。ねえねえ、ロボボン、ダンスしてくれる？お絵かきしてくれるって聞いたんだけどな。ミラクルは子供たちの声を聞きながら自分の存在意義について考えました。僕はダンスもできるし、お絵かきもできる。でも字がないとちょっと寂しいな、とミラクルは思いました。その時、向かいの公園に大きな看板が立っているのをミラクルは見つけました。あ、看板に字が書いてある、それを持って帰ってくると良いかも、とミラクルは思いついたのです。ミラクルは大きなマジックになった手を振りながら看板に向かって走ります。すごい、ミラクル、すごいよ、とヨンコさんは驚きながらミラクルの後を追います。見えてきた看板には、美しい字で幸せが見つかる公園と書かれていました。ミラクルは看板を抱えてヨンコさんと一緒に公園に戻りました。僕、字を見つけたよ、これでまたみんなと一緒に楽しいお出かけができるね、とミラクルは喜びました。ヨンコさんも嬉しそうに微笑みます。これからもミラクルとヨンコさんは一緒に公園に出かけ、楽しい時間を過ごすのでした。エピローグ。ミラクルとヨンコさんは字がなくなった謎を解くことはできませんでしたが、それをきっかけに新しい冒険や出会いが待っていることを知りました。二人はいつも一緒に笑顔で過ごすことを誓いました。おしまい、おしまい。どう？面白かったかな？はい、アイデアがすごいね。わーい、褒められた。お疲れ様。お疲れ様。ゆっくり休んでね。はい。